E 型台車国鉄 DT32 系台車は、日本国有鉄道が開発した、鉄道車両用台車の一形式である。国鉄新製能電車向け第一、世代量産空気バネ台車である DT23、DT24 系の改良後継機種として、特急系電車及び急行系、電車向け動力台車である。 本形式と基本設計を同じくする付随台車の TR69 が設計された。これらは1962年より製造が開始された4 5 1系、4 7 1系高直流急行系電車で初採用され、この時期以降に申請された1 8 5系直流特急系電車までの特急、急行系電車のうち特殊仕様の3 8 1系。 直流特急系電車と781系交流特急系電車を除く各系列の電動車に細部の改良を重ねつつ20年以上にわたって採用された。また、117系直流近郊系電車0番台車や417系高直流近郊系電車にも採用されている。d t 十二 t r 十九系台車の概略図 A 台車枠 B 車輪 C 枕針、D 枕ネ装置、E、ボルスターアンカー、F 軸箱、G 軸ネ装置、H 軸ダンパ国鉄電車用量産台車としては、初のインダイレクトマウント空気バネ台車である。電気式起動車用の DT-18 より、採用が始まり、吊りかけ駆動の急性能電車用台車である DT-20 で確立された、設計手法を踏襲する。通常の圧延鋼板を、 プレス成形した部品を溶接して組み立て、左右の側枠とそれらを連結する2本のトランサムを一体化して、はしご状とした、軽量にして、十分な強度のモノコック構造台車枠を構成する。軸距は、DT21、DT23、DT24 などと同じ 2100mm である。 側枠そのものの基本設計は DT21 以降の国鉄電車用台車で標準となっていたものを踏襲しているが枕羽根の方式変更により中央部を下げて弓形とする必要が生じたため新規に設計されている。また DT23 では軽量化を目的として角に薄い板材を当初用い、さらに側枠そのものに軽量化を設けるなどしていたが 高速かつ長距離の特急運用で酷示された結果、短期間で台車枠亀裂等の問題を引き起こして、台車枠の交換を強いられたことに対する反省から、本形式では軽量項は設けられず、部材圧なども通常の値とされている。しかしながら、最高速度の向上や、使用条件の変化など、走行条件の変化により、台車枠の各部に亀裂が発生することとなり、 途中で側張り、横量の板厚を 9mm から 12mm に強化した。稼働中の板厚 9mm 大車枠の多くは、途中で板厚 12mm に強化した台車枠に交換された。ウィングバネとペデスタルの動き DT21 以来の軸箱左右に突き出す翼系の金具を取り付け、それぞれにコイルバネを乗せて、側枠からの荷重を支える。 ウィングバネ式軸箱指示機構を採用する。この方式は軸箱の上下道の案内にペデスタルと呼ばれる修動面を持つガイドレールを必要とし短周期で適切な保守を行わない場合修動面の摩耗で隙間が生じて高速走行時に車軸の一軸でコードを誘発しやすくなるという問題を抱えている。しかしその反面構造が単純でしかも 各社の特許に依存しない設計であるため、その製造コストが低廉となるというメリットがあり、保守上も既存のインフラで対応が可能である点で有利であった。それゆえ、国鉄では最末期の1985年に、円水積層ゴムを採用することでペデスタルを廃した DT50 系台車が量産化されるまで、四半世紀の長きにわたりこの方式が標準的に採用され続けている。 また、本形式では、全世代の特急、急行系電車用空気バネ台車であった、DT23、DT24 にはなかった、オイルダンパを、各軸箱に一機ずつ付加することで軸箱の鋭敏な上下動を抑止し、高速運転時の走行特性の改善を図っている。ベローズ式あるいは、ダイヤフラム式空気バネによる、インダイレクトマウント式の枕バネ装置を備える。 インダイレクトマウント式は、空気バネ台車の開発過程で考案された、軽量化のために揺れ枕機構を省略した枕バネ、指示方式の一つである。この方式では、車体の荷重は心皿枕量枕バネ、側枠軸箱指示装置の順に伝達され、牽引力は心皿枕量、ボルスターンカー側枠軸箱指示装置の順に伝達される。このうち、 枕両直上にあって、車体と台車の回転軸の軸受けを担当する、心皿については、直径を大きくとって大型化し、また軸受け側の形状を工夫して、修道面積を拡大することで台車の回転を抑制、直進安定性を高め、台車の二次蛇行動発生を抑止する、体形新皿構造となっている。この構造は1959年の、 川崎車両 OK-22、OK、東急車両製造 TS-313 及び1960年の川崎車両 OK-23OK-24、OK OK、といくつかの私鉄向け台車などで、すでに採用例があった。国鉄では、研修設備などの制約により、ダイレクトマウント式の採用が困難であったことから、保守の作業性に配慮しつつ、乗り心地改善に効果があり、 しかも揺れ枕廃止により、台車重量の軽量化が達成できる事前の策として、この方式が採用されたとみられる。なお、本形式及び、TR69 では側受けが省略されているほか、DT23 系と同様、空気バネを採用したことによる、ロール合成の低下を補い、乗り心地の改善を図ることを目的として、揺れ枕装置下部にトーションバーによる、 アンチローリング装置を標準搭載している。長期間にわたって、国鉄電車の標準台車の一つとして量産された形式であるが、もともと DT21 系を基本に誕生したものであったこともあり、国鉄向けとしては、サフィックス追加による紹介量は繰り返されたものの、バリエーションモデルは同系付随台車である TR69 を除くと、 枕羽根の支持機構を変更した301系用の2種及びキハ40系用の2種に限られた。これに対し、私鉄向けは特にインダイレクトマウントに拘束される理由はなく、本形式をダイレクトマウント式に変更した仕様のものが、川崎重工業によって本形式量産期間中に製造された電車に装着して供給されている。 国鉄電車向け TR69H 型 DT34 型国鉄機動車向け DT44、地鉄向け海外向け、同等品、流用品、他事業者からの中古品を使用する車両を、DT32 携台車を装着したまま改造された車両を、他事業者から DT32 携台車を装着したまま譲り受け使用されている車両を含む、ありがとうございます。